皆さん、こんにちは。今日も私のチャンネル見に来てくださってありがとうございます。写真家、タイムラプスフォトグラファーの成沢です。本日もよろしくお願いします。今日はですね、こちら、ビクセンから発売されました極軸微動雲台 DX。まあ、ここにも書いてある通り、極軸微動雲台の決定版とありますけども、その名に恥じない商品となっております。これすごくいい商品なので、今日これをレビューしていきたいなと思います。私は元ビクセン社員だったんですよね。今年の3月まで勤めていたんですけども、今日は完全ユーザー目線でレビューをしたいなと思っております。こちらが実物です。で、まあ、これがどういう商品なのかちょっと見ていきましょう。この商品なんですけど、裏が8分の3インチと4分の1穴がついています。国内規格、ドイツ規格どちらにも対応してますよっていうことと、ここの部分にアダプターがあって、それを外すとビクセンの APPTL133 脚などの天体望遠鏡の三脚にも取り付けが可能です。じゃあ三脚をね、立てます。で、特徴としてはですね、2つのフリークランプ、ここをまず緩めると水平ですね。水平のフリークランプがこんな感じで360度回ります。で、こっちのクランプネジを緩めると、こっちですね、だいぶ可動域が広いです。ここでこのネジをこう押し引きすると、上に動いたり左右に動いたり、こちらはですね、ポータブル赤道儀ですね。を、赤道儀を使うときに、必ず北極星に合わせるっていう作業が必要になるんですよ。で、北極星を合わせるときに、こういうふうにやっていくんですけど、例えば、赤道付近、海外の赤道付近だと、0度ぐらいですし、まあ、こういう感じですね。関東だと、だいたい34度ぐらい。で、北海道だけど43度。それこそ、アラスカとかに行くと北極星がもうほぼ真上に近いような状態になるんですけど、そういうのがセッティングしやすいように、世界中のどの地域に行っても、そういうセッティングしやすいように、こうフリークランプで動くようになってます。で、締めたら細かいところはあとはここでこう追い上げていくと、この微動雲台があるかないかで違うんですよ。こっちは軽くてもいいんですけど、こっちはそれなりにしっかりしていただかないと厳しいんですね。こっちは重くていい、多少の重さは必要です。まあ、特に使い方といってもシンプルな商品なので、こんな複雑なものではないんですけど、じゃあこれ使ってどういうことができるのかっていうのをお見せしたいと思うんですけど、まずこのトップのこの上の部分ですね、トップのここがですね、こういうふうにアルカスイス規格になってます。なのでポラリエ U なんかはこの下がこうアルカスイスに規格になってるので、こういうふうにですね、もうストレートについちゃうですね。で、お持ちの、まあ、他社の赤道儀とか、ポータブル赤道儀があっても、まあ、下の方、アルカスイスのプレートとかつければ、くっつけることができます。で、この先にカメラをつけるわけですけども、まあ、ちょっとね、こういう、背の高い雲台の方がいいと思います。カメラをつけるということで、ポラリエ U で使う分には非常に相性がいいですよね。
振ってもらう人がいいです。で、強度的にはどこまでいけるのっていうのは非常に難しい質問なんですけども、望遠レンズを乗せた時ってこう両端のこの作用点の荷重があるじゃないですか。で、この長いものに振られてしまうとやっぱりこういう小さめの機材ってすごく苦手なんですよ。まあ、ここが大型の赤道儀のように大きくなっていけば、そういう長い望遠鏡とかレンズを使った時にもその振られないというか強度的に余裕が出てくるので撮影するには問題ないんですけど、こういう小型の機材に対して長いものっていうのが結構苦手なんですよね。割とよくセミナーでは3ニッパ使えるんですかって聞かれること多いんですよ。300の F2.8 なんですけども、3ニッパ私試したんですけどいけないわけじゃないですね。30秒はなんとかいけるんですけども、1分だとちょっと厳しいなっていう印象がありました。まあ、なので3ニッパクラスを使いたいなっていう人は、ビクセンで発売されているあの AP フォトガイダー望遠撮影セットっていうですね、最初からその望遠の、そのクラスのレンズ3ニッパとかタムロンさんとかシグマさんの100、150、600とかそういうのを載せることを想定にしたようなですねセットがもうあるので、そっちを買っていただいた方がいいと思うんですよね。で、まあ、こっちをじゃあ使う人はどういう人かというと、もっと短めの望遠レンズって言えばいいですかね。代表的なところで言うと、あのビクセンの FL55SS っていうすごい評価の高い、300mm クラスの天体望遠鏡があるんですけども、それを載せた図が、まあ、こんな感じなんですけども、こういった機材で撮影するにはすごく相性がいいと思います。小型軽量でポータブル性に優れていて、遠征先でも手軽な望遠撮影が楽しめるっていうところで、そういう短めの望遠レンズっていうのがすごくおすすめですね。これ実はポラリエにも使えるんですよ。星空雲台ポラリエですよね。これ結構持ってる方多いんじゃないでしょうか。でですね、使うときはクランプ、これを90度回転します。これネジで六角レンチ最初に付属してるので、この六角ネジを取って、で90度回転させます。この緩むとおかしなことになるのでガッチリこういう感じになりました。90度でこの向きを変えただけです。ここの向きを変えただけですね。はい。で、最初にこういう L 字ブラケットが付属します。クイックリリースアングルプレートっていう商品なんですけど、これをポラリエの底につけます。私のおすすめはこっち向きですね。で、これもここが10円玉とかでこうねじれるようになっているので、しっかり留めてください。これを取り付けたらこのまんま、はい、セットするという感じです。要はですね、これ L 字になっているので引っかかるんですよ。三脚ネジだけだとぐるんと回転しちゃうので、こういう L 字ブラケットをかませることによって滑り止めストップ防止になります。カメラをつけるのはまあ同じですね。はい。ネジというネジをこう締め付けですね、これだいぶがっしりしますよ。はい。かなり丈夫ですね。こういう感じですね。で、これですね、まあ、これでもいいんですけども、こんな使い方できるんじゃないかなっていう使い方を一つお伝えしたいと思います。これをこう設置する、縦に設置するっていうことですね。で、一応こう北極星の穴とかも使いますんで、こうするとこの使い方ができます。これさっきと何が違うかというと、ポラリエってこうカメラの形をしてるので右と左とこう幅が違うんですよ。なのでこういうふうにですね、南側にこういうふうにですね縦構図にしようとした時に、カメラあの横幅があるので結構このレンズが干渉することが多かったんですけど、こういうふうに縦に設置すればこっちでもそうですし、こっちでも同じく縦構図の写真が狙いやすくなります。まあ、ベストは
こういう L 字ブラケットをつけて、クイックリリースアングルプレート、ビクセンのものでもいいです。こういう風に同軸で縦構図にするのがいいんですけどね、本当はね。こんな裏技セッティングもできます。いろんなメーカーに使える微動運動じゃないかなという風に思います。はい、まあでもこうポラリエ U につけるのがやっぱりこうしっくりきますかね。すごくしっくりきますね。はい、かっこいいですね。今日はこの辺の商品紹介だけしようと思ったんですけど、なんかあれですね、後日こっちの赤道儀の使い方とかそういうのもやった方がいいかなと思うので、そちらはまた後日、動画を作ってアップしようと思います。今市場にある商品を見渡してみると、これがねマンフロットの410っていうやつです。これギア運台ってやつですね。ギア運台っていうのがこう今と同じような感じで微調整が効くってやつなんですけど、ギア運台って結局ギアとギアが噛み合わさってるだけなので、だんだん緩くなってくるんですよ、ガタができて。特に天体望遠鏡とかカメラのレンズ、望遠レンズのように上に乗せるとそのギアの噛み合わせが結構きつくなったりして、だん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 ガタが出てくるので、ここペロッとめくれてますけども、こうめくるとこれ中から六角レンズ出るんですね。はい、なので緩んではここ締めて、緩んではここ締めてってやってたんですけど、やっぱり限界があって、こう横から微調整はできるのはもちろん、横からこうネジでねこう止めるタイプじゃないと厳しいんだなっていう、天体写真にはちょっと厳しいんだなっていうイメージがあります。でビクセンで前、以前これが発売される前、こっちですね、この微動運台が発売される前に発売されたのはこっちですね、こっちの DX じゃない方の微動運台。すごく使い勝手がいい商品なんですけども、小さいので強度的にちょっと弱かったんですよ。で、まあ、ポラリエ専用っていうのもありましたしね、ここにいろんなものを載せていくとここの負荷がちょっと過剰になっちゃって、なかなかいい写真が撮れない、追尾エラーになっちゃうっていうものですね。でこれはですね、 K アステックさんっていうところで発売していた、微動運台、これすごくいいんですよ。これもう生産完了なんですよという感じですね。であとスリップさんでも微動運台1個出てるんですけど、私持ってないんですけど、すごく小さくてそれも使いやすいんですけど、やっぱ小さいんですよね。なのでもっともっと乗せたいなって思った時にちょっと足りなくなってくるっていうところで、極軸微動運台ってどれ使えばいいのかなっていうのが、結構私もそれこそ天体写真、星夜写真始めた時に結構悩んだところでしたね。でこういった他社の商品を見ていくと、だいたい相場が1万円から3万円以内っていう感じですかね、なんですよ。強度的には、他社競合には実はないところっていうのが割と多いのかなという感じがします。今私いろんなところでこうセミナーをやらせていただく機会があって、それこそ星系写真のセミナーとかタイムラプスのセミナーとかで、そんな中で天体写真のセミナーをやった時にですね、いろんな人の質問を受けて、いろんな人からのこう機材とかを見たり聞いたりしてきたんですけども、大体初心者の方が天体写真うまく撮れないなって言ってる時って、そもそもの撮影技術もそうなんで、あるっちゃあるんですけど、機材に対して その使い方とかがうまくできてない方っていうのは、まあ、ほとんどなんですね。例えば赤道儀の、まあ、設定の仕方、精度もそうなんですけども、気づきづらいところが、機材の強度が弱くて、たわんだりとか、ガタが出たりとか、そういうちょっとした緩みとか、星が点で撮れなくてブレてしまうと、天体写真ってその露出時間が長くなってしまうんですね。30秒、1分、2分、3分とかで、そういう長い露出時間になった時にしっかりとこの赤道儀の動きをしっかりこうキープするためには、ここの追尾精度はもちろんなんですけど、その他のところも頑丈でバッチリ動かないようにしておかなきゃいけないんですね。なので結構そういう赤道儀以外のところでちゃんとできてないことで写真がうまく撮れないっていう悩み相談というか、そういう場面を見ることが多かったです。今そのうまく撮れないんだよねって、なんか追尾精度が良くなくてっていうのがあったら、もしかしたら
赤道儀のせいじゃなくてこっちの雲台とかその他のパーツのせいなのかもしれない。もしかしたらこれ使ったらね、今悩んでたことを一発解決してしっかりと取れるようになるのかもしれないです。まあ今まだコロナウイルスの影響で外出がしづらい時期だと思いますけども、とりあえず38都道府県でしたっけ？で、まあ解除が解禁されるということで、地方にお住まいの方は、こういった星の撮影もしやすい環境になるのかなというふうに思います。まあ、私は埼玉県なんてまだなんですけど、そういう厳しい状況が続いてますけども、もうこういう商品が発売されましたので、これをきっかけにですね、ちょっと制約が解けた方は、3密を避けて0密で、撮影に行ってみてはいかがかなと思います。ちょうど梅雨前で、ちょうど新月期に入りましたし、まだ今月の撮影のチャンスはあると思います。明け方はスワン彗星も来てるしね、極軸微動運動 DX、お試しいただければなと思います。それではまた今日はここまでで、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。